韓国男性歌手イチョンが、独立映画悪に捧げての主人公にキャスティングされた。18日午前、韓国メディア汚染はイチョンが先頃独立長編映画悪に捧げての男性主人公として出演を確定したと報じた。独立映画悪に捧げては、ある男性のストーリーが物語の核心となり、ユチョンの他に演劇作品で活動している俳優らが出演する予定だ。ユチョンが映画の主演として復帰するのは、2014年8月に公開された見切り以降、7年ぶり。2017年公開のルシッドドリームにも出演したが、助演として短い分量の出演だった。また、韓国で最後に出演したドラマ作品は2015年放送の SBS 匂いを見る少女だった。映画関係者によると、ユチョンは現在シナリオのリーディング中で、来たる22日から悪に捧げての撮影に入る。なお全体の撮影期間は、1ヶ月程度を予定していると伝えられた。過去の校内暴力が問題となり代表資格を剥奪された韓国バレーボールの双子姉妹、海外移籍説が浮上。ユチョン、スクリーン復帰か。独立映画悪に捧げての男性主人公に確定との報道。見切り以来、7年ぶりの本格的なスクリーン復帰となる。22日クランクインで、1ヶ月程度の撮影が予定されている。有名人に関する校内暴力暴露が続く中、ユンホの前行が話題。ユンホと中学の同級生という A 氏の投稿文。内向快適な性格で周りからからかわれたい学まで検討していた。ある日ユンホが、自身の腕の傷を見てあの子にやられたの。僕が怒ってあげようかと声をかけてくれた。同じクラスでもないユンホの言葉で力になった。無事に卒業し今は家庭を持って幸せに暮らしている。